モトローラーから Moto G53J5G が発売されました。 6.5 インチの大画面、お財布携帯も搭載していますが、足りない部分も多くあって、サブ機、メイン機、どちらにしても乗り換えるにはインパクトが薄いスマホです。価格は早速セールで安くなっているので買い時は今です。こんにちは、ジョージです。本日はモトローラーから発売されました Moto53J5G をレビューしていきたいと思います。 Moto G32 以来の久々のモトローラーを今回は触っていきたいと思います。スペック的にはエントリーとミドルスペックの間ぐらいかなと思うんですけど、ディスプレイの綺麗さやベンチマークスコア、そしてバッテリー、カメラ、そのあたりも軽くですが開封からやっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、それではモトローラーの Moto G53J5G をレビューしていきたいと思います。外箱はモトローラーらしいスリムな、このモトローラーっぽいカラーの外箱となっています。それでは開封、付属品から紹介していきます。使用ガイドや説明書、 SIM ピン、モトケアのチラシ、そして本体にすでに装着されていますがソフトケース、同梱物は以上となります。はい、こちらがモトローラーの Moto G53J5G となっています。今回購入したカラーはアークティックシルバーを購入しています。カラー展開はインクブラックとアークティックシルバーの2色展開となっています。キャリア版はなく SIM フリー版のみとなっています。まあ、シルバーなんですけど、光の加減によってはその環境の色を取り込んでいろんな色に変化していくのが面白いと思います。カメラは2眼レンズとなっていて、カメラの突起に関してはこんな感じです。ボタン配置について説明していきます。右側面ボリュームキーと電源ボタン兼指紋認証センサー、側面マイクスピーカータイプ C の USB ポート、そしてイヤホンジャックを搭載しています。左側面 SIM スロット、上面はマイクスピーカーとなっています。お財布携帯搭載しているので、この部分にお財布携帯のマークがあります。パネルのフィルムを剥がしていきます。はい、こちらの Moto G53J5G は 6.5 インチのディスプレイを搭載しています。インカメラはセンター上部にあります。付属していたソフトケース装着してみたいと思います。はい、こんな感じの見た目になります。カメラの突起に関してもこのソフトケースをつければしっかり保護されているので安心して使っていけると思います。本体サイズなんですけど、幅が 74.66mm、 高さが 162.7mm、 厚みが 8.19mm、 そして重さが本体のみで 183g となっています。お財布携帯は搭載してるんですが、残念なことに防水防塵に関しては IP52 ということで防水性能は高くありません。まあ、その点も踏まえてこのソフトケース常につけておいた方がボディの保護にもなりますし、そういった防水防塵対策にもなるのかなと思います。 SIM トレイ出していきます。はい、こちらが Moto G53 5G の SIM トレイとなっています。こちらはナノ SIM 1枚と SD カード1枚ずつ入る設計になっています。 eSIM にも対応しているので、ナノ SIM と eSIM のデュアル SIM の運用も可能となっています。外部拡張の SD カードに関しては最大 1TB まで対応可能です。それでは初期設定やっていきます。はい、初期設定が終わりました。それではファーストタッチ、モトローラーの Moto G53J5G のリフレッシュレートは 120Hz となっています。
リフレッシュレートは自動 60Hz、120Hz と選択することができて、今回は 120Hz で固定してレビューしていきたいと思います。画面の明るさについては今 44% となっているので、自動調節を切って最大値にしてみます。はい、ディスプレイの輝度は最大値でこんな感じです。この Moto G53 5G なんですけど、 6.5 インチの比較的大きめなディスプレイサイズとなっているんですが、画面解像度が 1600×720 ということで解像度は低めとなっていて、ディスプレイ自体は有機 EL ではなくて液晶となっています。ただタッチ感とかそのリフレッシュレート 120Hz を採用しているというところも踏まえて、ディスプレイ輝度はやっぱり暗いと思いますが、操作してる感じは悪くないと思います。ストレージに関しては 128GB あるので、初期ではそのうち 12GB を使用しています。システム 8.3GB、 アプリ 3.2GB となっています。ホーム画面のレイアウトに関しては 2×2 から 5×6 まで設定できます。その他カスタマイズという画面でいろんなカスタマイズができるようなので、こちらは好みに合わせていろいろ触っていけると思います。デフォルトで入っているアプリに関してはメジャーなアプリ、 Google 系のアプリ、 FM ラジオ、モトローラーのアプリ、アプリの数は多くないと思います。あとこちらの Moto G53J5G は指紋認証と顔認証を搭載しています。まずは指紋認証の精度、速度検証していきたいと思います。繰り返しにはなりますが、指紋認証はこちらの電源ボタンを兼用しています。それでは検証していきます。もう一度やってみます。せーの。はい、この細い電源ボタンの指紋認証センサー、指紋認証窓なんですけど、非常にスムーズに、そして速度も速いと思います。これぐらいの精度速度でしたら日常使いでストレスになることはないと思います。ただ気づいたんですけど、Moto G53J5G のこのボタン配置なんですけど、電源ボタン結構上にありますよね。もし指の登録を親指とした場合は完全に届かないですし、今僕は右の人差し指で登録したので、まあちょうどいいって言ったら変ですけど、こういう持ち方をするとぴったりな位置に来ます。ただしスマートフォンをこんな風に置いて掴んだ際に全く届かないので、いちいちこんな感じでロック解除しないといけないので、ボリュームキーもかなり上なのでボリュームの調節もやりづらいと思いますし、ボタン配置個人的にはちょっと使いづらいかなと思いました。次に顔認証を登録していきます。はい、登録ができましたのでやってみます。もう一度やってみます。もう一度やってみます。はい、この Moto G53J5G なんですけど、持ち上げて画面スリープが解除できるので、そしてそのまま顔を認証させるとロックが解除されるので、かなりスムーズに画面ロックが解除できたと思います。ですので指紋認証を使うより顔認証の精度も速度も申し分ないので、顔認証を使う方が便利だなと感じました。マスク着用でもやってみたいと思います。せーの。せーの。はい、マスク着用では Moto G53J5G はロックが解除できませんでした。かなりスムーズに顔認証も解除できたので、マスク着用でも解除できればということはなかったんですが、残念ながらマスク着用での解除はできませんでした。この Moto G53J5G なんですけど、メモリが 8GB 搭載しておりまして、 CPU が Qualcomm の Snapdragon 480 Plus 5G ということで、早速 ANTUS のベンチマークスコア計測していきたいと思います。
はい、ベンチマークスコアなんですけど348,842ということで、スコアとしてはあまり良くありませんでした。このチャンネルで計測したベンチマークスコア一覧載せておきますが、まあ、アンツスのバージョンによってスコアの数値というのはブレるので一概に正確な比較とはなりませんが、それにしても直近計測した OPPO Reno9A と比べても10万点以上低いですし、この Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G というのはメモリ 8GB 搭載していますが、あまり性能は良くないなということがスコア結果ではわかります。カメラに関しては背面カメラ5000万画素とマクロ200万画素の2眼カメラとなっていて、広角のレンズは搭載していません。前面カメラは800万画素となっています。 Twitter の見方に関してはこんな感じです。はい、リフレッシュレートが 120Hz で非常に滑らかに動くと思います。またベゼル幅に関しては顎の部分、そしてサイドの部分、それなりに厚みがあるので、その部分はちょっと安っぽくは感じます。はい、バッテリーの性能テストをやってみました。 PC Mark IV Android で充電 100% から 20% までどれぐらいの時間を要するかというテストに対して、モトローラ Moto G53J5G は8時間13分という結果になりました。こちら輝度を最大値にして計測しています。この8時間13分という結果は良くもないし悪くもないしといった、まあ、普通という結果になりました。バッテリーテストの結果一覧載せておりますが、近いもので言うと Google の Pixel 系、 OPPO の Reno9A、 Xiaomi の Redmi Note11、 そのあたりがバッテリーの性能としては近いのかなと思います。丸1日は十分持つレベルとなっています。最後にカメラの性能についても軽く触れていきたいと思います。日中の写真ですが、現在流していると思いますが、正直Moto G53J5G のカメラは日常使いで使うにもきついんじゃないかなと思います。というのも、まあ、画質もそうですが、まず広角レンズが搭載されていないので、逆にマクロレンズが搭載されています。マクロレンズって使う場面が個人的にはかなり少ないんで、使いやすさで言うと広角レンズの方が使いやすかったと思います。夜間や暗所での撮影はこれからしていくんですが、このレベルのカメラだとあまりカメラに重要視してない人でも気になるレベルかなと思いますので、画像の写真参考にしていただければと思います。はい、いかがでしたでしょうか。本日はモトローラのMoto G53J5G をレビューしてきました。まあディスプレイは液晶で解像度も低かったですし、ベンチマークスコアもそんなに高くはありませんでした。バッテリー性能も普通でしたし、カメラは正直微妙だと思います。価格に関しては僕は楽天市場で 10% のスーパーディールっていうのを利用して購入したので、まあ、実質2万8000円ぐらいで購入ができました。久しぶりに3万円を切るエントリーに近いミドルレンジを購入しましたが、なんか非常にもったいない感じがしました。お財布携帯搭載してるんですけど、防水防塵機能があんまり高くなかったりするので、なんか日常使いでライトユーザーの方が気軽に使うっていうにはバランスがちょっと悪いのかなと思いました。価格は非常にいいんですけど、今はこれぐらいの価格でこのスペックだと正直埋もれてしまう感じがして残念だなと思いました。とはいえ、なかなか最近エントリーからミドルスペックぐらいの、しかも低価格のスマートフォンってあんまり発売されないので、貴重な存在ではあるので、スマホにそんなにお金はかけたくないっていう人は一つの候補として今回の動画を参考にしていただけたらと思います。僕はモトローラの外観やUI 周りのデザインとか、モトローラ自体のブランドは結構好きなので、まあ、今回それは感じられてよかったので、引き続きモトローラの最新のスマートフォンをチェックしていきたいなと思います。カメラの性能やその他ブログの方に記述していきますので、合わせてそちらも参考にしてみてください。はい、ということで本日も動画のご視聴ありがとうございました。今回の動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またジョージガジェットというガジェットと人生楽しむためのブログマガジンっていうのもやってます。概要欄からブログ飛んでみてください。ツイッターのフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。